はい、どうも皆さん、こんにちは、ミニチューブです。久しぶりのですね、ドライブ雑談となるんですけども、今日はね、どんなテーマで話していこうかなって思ったんですけど、1ヶ月ぐらい前、11月の初旬ぐらいですかね、荷物の指定届け時間ってあるじゃないですか。それの指定した時間より、早く着いた場合、その方は5分か10分かぐらいのことを言っていたんだと記憶しているんですけども、そのツイッターには、例えばそうですね、私の場合だったら、仕事終わり18時から、20時の間に届けてくださいということですね、設定して、Amazon なりヤフオクなりで買い物をするということになってくるんですけども、その方の場合もですね、一字語一句同じではないんですけども、例えば、18時に設定していて、17時55分とか17時50分とかに荷物が届けられて、ちょっと早いんじゃないかということをツイッターにですね上げられていて、で、案外いいコメントはされてなかったのを記憶してるんですよ。5分10分のところみたいな、確かにね、私もそのような感じはしたんですけど、ちょうど昨日12月の4日ですね、スパルコのステアリングカバーを、Amazon で注文しまして、で、私がまだ仕事中にですね、一度ピンポンと来たんですが、不在だったもんで、で16時ぐらいに仕事が終わりまして、家帰ってと不在伝票が入っていたので、そのままですね郵便局にですね取りに行ったんですけども、ちょうど入れ違いだったみたいで、まだ配達中だったそうで、で改めまして18時から20時の配達にしてくださいということを、改めてですねお願いをして、一度家に帰ったわけですね。でその間、当然16時ぐらいに、仕事が終わるということは、朝も早いと、朝から早くね働いて、昼もねあまりゆっくり休めなくて、で16時に仕事終わって家帰って、で郵便局に行ってまた帰るという手順を踏んでいたので、さすがにちょっと疲れたなということで、お風呂も入ってですね、体が冷えないうちに布団の中に入ってたんですね。で、18時まではゆっくりしようということだったんですけども、なんとですね、正確な時間を言うと17時40分、20分前ですね、18時に予約をしていたものに限らず、20分前にピンポンと来たわけなんで、あれ違う人かなと思って、出たはいいんですけど、体冷やしちゃいけないんで、もちろんパジャマですし、まだね5分とか10分前ならまだ分からんでもないんですけど、やはり予約なり申し出た時間内に、来てほしいなと思ったので、そのツイッターに関してはどっちかといえば、YouTube ではいいねか、それ以外のねものを選択しなきゃいけないんですけども、その方の投稿は、どちらかといえばいいねじゃない方のコメントがついてましたが、
私もですね、さすがにパジャマ姿で出るのはいけないっていうのと、まあ個人的でですけど、結構疲れてて、で体も冷やしたくない、風邪もひきたくないということで、まあ18時前にはね、まあちょっと着替えてね、待っていようかと思ってるところを、まあ20分も前にね、荷物を届けてくれたのは嬉しいんですよ。もちろん、スパルコのハンドルカバーが来るっていうのは分かってますからね。ただ、18時から20時の2時間の間に来るなら、私はいいと思います。そして、5分、10分早く来るのは、まあいいかなっていうところなんですけど、20分もね、早く来られると、これ女性の場合だったら困ると思いますよ。例えば、朝早く仕事行って、で、16時に、仕事終わって、で、同じように郵便局行って帰って、お風呂でも入って、で、体冷やさないように、布団に入ってて、パジャマですよ。まあ、パジャマで寝ていない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、女性の場合はですね、そのパジャマのままで、パッとね、まあ出なきゃいけないっていう。まあ女性の場合はパジャマで出るっていうことは、まあ、ないです。思ってるんですけど、布団から出るということは、普段着じゃない状態で荷物を受け取るので、受け取る側も、送る側も、もう少しね、配慮をしてほしいということに、まあ、特に女性の場合はなるんじゃないのかなと思ったので、今回ドライブ雑談で喋ることにしました。まああまりにもね、そのツイッターに関して、まあ確かにその時は、まあそれぐらいと思ったんですけど、まあたった10分、20分の違いですけどね、なんだかなーと思ったので、喋ろうと思いました。今ね、ドライブ雑談をしている、ちょっと前はですね、すでに動画に先に上がってると思うんですけども、スワルコのステアリングカバーを取り付けてインプレッションしている後でございます。皆さんご覧になったでしょうか。モモステアリングと、モモのね、ステアリングカバーと、スパルコのステアリングカバーの話をしています。皆さんどちらが買われましたかね。私が喋ってる頃には、モモのステアリングも Amazon の価格はですね、1万円いくらから、3000円いくらぐらいまでは下がってると思います。そして量販店、カー用品店ですね。でもですね、まあこのバカ売れしているだろうということで。で、もしかすると2020年度、19年度、ミンカラカーオブザイヤーに、スパルコまたはモモのですね、商品が選ばれると。いう続きですよね、このドライブ雑談ってのは。といったところで、今日はツイッターの反応を見てということでドライブ雑談だったんですけど、皆様いかがだったでしょうか。まあ、このチャンネルはですね、他にもこのようなドライブ雑談、皆さん買いやすいパス紹介、そしてこのアルトの進化、最後に、皆様のですね、愛車紹介もやっています。愛車紹介に関しては、概要欄の私のツイッターを、URL 先を貼ってますので、そこから、直接 DM いただくことですね、応募いただけると。ただ、愛媛県松山市に来てくださいと。そこからやり取りしましょうということになりますので、愛車紹介の方は
その形でよろしくお願い申し上げます。では最後のお約束、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 MeTubeTV でした。またお会いしましょう。バイバイ。